読むと、ゆゆこの SD ガンダム解説動画。皆さんどうも、今回は前回話しきれなかった部分の補足、それと武者七人周辺から風林火山編へつながる間の部分を解説する番外編的な回よ。前回はなんか話してる暇ないくらいの勢いで終わりましたもんね。まずは2代目ガンダム大将軍について前回ちゃんと解説してなかったので今回するわね。幼名は雷王といい、叔父である雷王と父の鳳凰から一文字ずつもらったのね。それで早速謝らないといけないのだけれど、前回漢字が間違っていたわね。雷王の王を鳳と間違えていたわね。ごめんなさい。父の死後は小ガンダムとなった叔父の雷王ガンダムによって育てられたわ。なので武者とノーマルとはいとこにあたるわね。つまり小ガンダム、雷王、武者、ノーマルの4人が将軍家になるんですね。そういうことね。で、前回話した通り、雷王は小ガンダムとの厳しい修行の末、若くして2代目大将軍になるわ。これはかっこいい。守護獣は武者フェニックスで、合体して武者フォートレスに変形するわ。すごい強そう。主な武装は日輪剣、オメガキャノン、鳳凰球、太陽砲、ヘッドバスター、盾、光の軍配。さらに武者七人衆の力を結集させることでパワーアップ。バトルマスクが装着され、巨大化するわよ。前回のラストバトルのところですね。ちなみに BB 戦士では、最多の3種類発売されているわね。ノーマル版と豪華版、さらに近年発売されたレジェンド版ね。さらには元祖でも出てるわね。いっぱい出てる。初めて世に出てきた、記念すべき最初の大将軍だけあるわね。でもそのせいか、初めはあまり設定が定まっていなかったみたいね。例えば？そもそも2代目という設定そのもの。そのため BB 戦士では、単にガンダム大将軍という名前だったわ。なるほど。漫画でも武者ガンダムたちの守り神という設定で、大将軍自身にはセリフどころか人格すらなかったわ。続編の風林火山に行くにあたり、2代目という設定が定められたと思われるわね。さらにレジェンド BB で再商品化される際、大将軍になる前の雷王ガンダムという設定も追加されたのね。あ、後付け設定だらけじゃないですか。まあナイトガンダム同様、初期のシリーズにはよくありがちなことね。アニメなんかではギャグ調な作風のせいか、役立たずのバカ殿扱いみたいになってたしね。後付け設定であんなにもシリアスになったんですね。そういうことね。あとコミックワールドには登場しなかったのだけれど、2代目大将軍にはさらなるパワーアップした姿があるのよ。え、そんなのがあるんですか？それがこの、ガンダム明王よ。おお、なんかすごい神々しくてかっこいいにゃん。闇皇帝との決戦時、2代目が不動明王の鎧を装着したことでガンダム明王になるわ。武器は砲塔、マハケン、背部の火炎輪、オメガキャノン。守護獣に武者カルラがいるわ。確か元は一般公募のものだったかしらね。それが横井さんの漫画などで登場し、反公式化みたいになったのね。反ってことは、コミックワールドに登場してないからなんですか？まあそうね。公式では2代目とは別の存在で、ガンダム軍団の守護神的な扱いみたいね。それでもやっぱり闇皇帝と相打ちになっちゃうわね。いや、闇皇帝強すぎ。その闇皇帝についてなんだけど、この時点では正体は全くの謎ね。一説では別宇宙からやってきた暗黒生命体と言われてるわね。武者世界の住人じゃないかもしれないんですね。武器は黒星剣、黒星砲、グバンガン、ガンドリオ、メイズバーンなどね。グバンガンは右腕に装着されている仕込み刀。ガンドリオはサワンに装着されている武器。メイズバーンは闇皇帝の鎧の模様で、呪術や幻影を見せることができるらしいわ。思った以上にいろんな武器があるんですね。さすがは皇帝様。通常形態のバトルモード、パワーアップ形態とも言えるモンスターモードに変化可能ね。ちなみにモチーフはザク2とメッサーラをベースにしたものらしいわね。さらにガンダムとは関係ないけど、ダーククリスタルという人形劇風の映画。それに登場したモンスターもイメージモチーフらしいわね。ああ、確かになんかそれっぽい感じですね。そのダーククリスタルという映画の監督名は、ジム・ヘンソンよ。ジム・ヘンソンってまさかあの、ナイトガンダムの方に出てきた。多分名前のモチーフだと思われるわ。セサミストリートなどを生み出した、操り人形師の第一人者ね。へえ、すごい人にゃん。あとアニメでは、ガンダム5人衆のもののけ退治という作品に出ていたわ。
というわけで前回できなかった二人のキャラ紹介はここまでね。では次に大和光一先生の漫画版、SD 武者ガンダム風雲6についても少し紹介したいと思うわ。前回話していた、コミックワールドとは別物なんですか？そうね、ほぼ別物と考えていいわね。小ガンダムや二代目大将軍などの設定、風雲6のみに出てくる、オリジナル的なメカ、いろいろと違うわね。そうなんですか。まず第1話、集結、武者5人衆。前回も紹介したけど、まずはこのリアルな武者ドーム。ある意味すごいインパクトミョン、わら。奴隷にするため、SD 狩りと称して民衆を捕まえてるわ。SD 狩りって、なんかめたいですね。暴れる武者ドームを止めるため、武者ガンダムが立ちはだかるわ。おお、かっこいい。でも戦いの最中、逃げ出す武者ドームに兜を持っていかれちゃうわ。かっこ悪い。しかもその兜の中にはガンダム上辺の地図と、その中で眠る小ガンダムを目覚めさせる方法の書かれた紙が入ってたのよ。ね、眠ってるんですか小ガンダム。そうなのよね。コミックワールドとは違って、なぜか城の中で寝てるのよ。まあ設定がまだ定まってなかったからかしらね。でなんやかんやで武者5人衆が集合。突然現れた闇将軍をフルボッコ。武士道を舐めるなって。兜ぶつけるのは武士道に反してる気が。っていうか、コミックワールドだと闇将軍出てきたのは最後だったのに。闇将軍を倒し、小ガンダムも無事目覚め、ここにガンダム軍団が結成。闇軍団と戦うためにガンダム城と共に旅立つのよ。あの城って移動できるんですか？この漫画ではキャタピラがついてるから、移動可能なのよ。さらに城の底にはドリルがついていて、地中も移動か。まるでゲッター通妙。デモにはデホワイトベースが出てくるから、出番なくなっちゃうのよね。ホワイトベース。それはこの漫画のオリジナルなんですね。そうよ。ファーストガンダムに出てきたのとよく似てるわね。だけど次の3話、小作の氷結界人という呪術によって、武者たちともども氷漬けにされるわ。あやま、カチンコチン。そういえば漫画の小作には、セイラという人間の娘がいるんでしたよね。これも漫画特有の設定ね。そして術を止めるため、セイラは父である小作を泣く泣く剣で刺すわ。うわ、思ったよりハードな展開。ちなみに他の兄弟二人は、2話で武者によって倒されてるわ。とてもスイカ割りなんてやってる余裕はなさそうね。なんかえぐい倒され方してる。あと闇将軍も、スケットで出てきた百式と百鬼丸兄弟による、ダブルバスターで攻撃され、さらに正気に戻った最古の刀で切られ、あっさりと倒されてるわ。小ガンダムとは戦わず、しかも死亡してるにょん。本来なら続編にも登場するため、ザク三兄弟ともどもザクとは生きてるはずなのよね。とまあともかく闇将軍を倒し、今度は黒幕の闇皇帝が現れるわ。そこで全員揃った武者七人衆が融合みたいな感じで一つになり、ガンダム大将軍になるわ。武者ガンダムの守り神って、全然設定違うんですね。まだ二代目っていう設定がなかったのね。で、七人の武者たちのパワーを結集させた、軍配台風で闇皇帝を吹き飛ばすのよ。ちなみにこの軍配は確か、BB 戦士でも七人衆の角飾りをつけることで再現可能よ。かっこいいですねー。その軍配台風によって戦意を喪失した闇皇帝は、どこかへと逃げ去っていくわ。あれ、倒さないんですか？二代目が命を懸けて相打ちになるわずが。この漫画ではそういう描写はないのよ。そうなんですか。二代目が死なないのはいいけど、なんだか拍子抜けする最後ですねー。こちらの漫画版ではこんな感じで、オリジナルの展開が続くわね。というわけで次は、事変の風林火山編への間の話について解説しようと思うわ。へぇ、間を繋ぐ話があるんですか？そうなのよね。というより、SD 戦国伝はこの辺りからストーリーやキャラクター設定が整理されていった感じね。で、それにあたって、これまでメインの主人公格だった武者ガンダム。彼に代わって新たに、武者アレックスがこのシリーズのメインを務めることになるわ。おお、新しいガンダムの登場ですね。ただまだ本編前なので、詳しい説明は次回にするわね。今回はまずアレックスが幼い頃の話をするわ。彼の幼名はアレゴロウ。で、父親はなんと、あのノーマルよ。子供がいたんですか？まあ実の子供じゃなくて、養子なんだけどね。養子。アレゴロウとノーマルが出会ったのは、二代目と闇皇帝の戦いが終わった直後。この時ノーマル、元い隠密ガンダムは、最後の戦いで起きた大爆発と同時に飛び散った、5つの欠片を追っていたわ。
かけら、ですか？それについては次回話すわね。で、そのかけらの一つとともに、一人の赤ん坊が横たわっていたわ。それがアレゴロー、後の武者アレックスよ。へえ、なんか不思議な赤ん坊ですね。で、ノーマルが来たのとほぼ同時に、ジオが赤ん坊を狙って襲いかかってくるわ。でもそれをなんとか撃退し、ノーマルはその赤ん坊にアレゴローと名付けて育てることにしたのよ。なるほど、そういうことですか。ちなみにアレゴローを育てるため、ノーマルは城下町の長屋でしばらく過ごしたわ。その時はヤグーノーベイと姿と名も変え、アレゴローを乳母車に乗せていたわ。あれ？これどこかで？まあ、どう考えても時代劇の子連れ狼ね。じゃーん。ですね。で、この後、漫画版のみのオリジナル展開だと思われるんだけど、前回の戦いで死んだワズのザクトが復活して、ガンダム軍団不在の小ガンダムたちに襲いかかってきたわ。これって、そもそも本来はザクトって死んでないんですよね？まあ一応そうね。だからまあオリジナル展開になるわけね。あとそういえば、武者たちガンダム軍団はどこへ？彼らは闇軍団の残党狩りに出かけたわ。なるほど。ただゼータだけ、キリンの神器をゲットして戻る途中だったわ。でもザクトに襲われて、キリンの神器を奪われた挙句に捕まってしまったわ。ゼータへ。そこでゼータを助けようと頑張るのはアレゴロウ。ノーマルとの厳しい修行によって育てられたため、もはや立派な若武者といった感じね。まるでかつての小ガンダムと、二代目のライオウみたいですね。で、ゼータの救出をアレゴロウに任せて、小ガンダムとノーマルがザクトと戦うわ。苦戦する中なんとかゼータと、キリンの神器装備の守護獣、オラシオンを助け出すわ。でもザクトの攻撃で、アレゴロウがガンダム城の堀に落っこちてしまうわ。うわぁ、大変。さらにザクトがムカデと合体してパワーアップして小ガンダムたちはピンチになるわ。ムカデザクトとか、もはや妖怪の類みょん。そんなピンチの時、アレゴロウに不思議なことが起きるわ。城の天守閣から伝説の鬼面の神器が現れ、アレゴロウに装着されたのよ。あれ？この神器ってまさか。そう、後に武者アレックスがつけることになる鬼面ね。これが公式設定なのかわからないけど、もともとはガンダム城にあったものみたいね。鬼面をつけたアレゴロウは武者アレックスと名乗り、ムカデザクトに戦いを挑むわ。そして鬼面パワーを全開。必殺、烈風丸でザクトを見事撃退するわ。やったみょん。でもまだ完全にザクトは倒されていないわ。上空の暗黒雲を見た小ガンダムは、ザクト復活の裏に闇皇帝が関わっていることを知るわ。二代目が命を懸けて倒したはずなのに、生きてるんですねー。闇皇帝は今肉体こそ失っているものの、まだ闇の力そのものは怨念のように残ってるみたいね。それがこれからも災いを引き起こすことになるのだけれど、それはまた別の話ね。で、小ガンダムは闇皇帝の力の元を断とうと、ザクトと共に空の暗黒雲に突っ込むわ。小ガンダム。わしは聖魂尽き果てた。このまま隠居することにする。しかし近い将来、お前たちがガンダム城を継ぎ、若武者を育てていかねばならぬ。世の平和を守ることこそ、ガンダム一族の宿命じゃ。と言葉を残し、隠居するわ。死んでないんかーい。小ガンダムは先代の戦いも生き抜いたもさよ。これからもご隠居ガンダムとして、ちょくちょく出てくるわね。ご隠居ガンダムって、わら。あと風林火山編までの話として、もう一つ解説しておくものがあるわ。まだあるんですか？結構間にいろんなことが起きてるんですね。まあ風林火山編まで27年も間が空くから多少はね。その間の章を、SD 戦国伝、天時と、よ。天時と？この頃角川映画で、50億かけて作られた超大作の天時と、という映画があったのよ。50億。内容としては、戦国時代の武将、武田信玄と上杉謙信による川中島合戦を描いたものね。以前見たことあるけど、なかなか面白かったわよ。内容はともかく、50億って今じゃ考えられないですね。当時はバブル絶頂期の頃だったからかしらね。だからこんなに予算かけられたんじゃないかしら。バブルってすっごい。まあ映画の方は置いといて、その映画とのタイアップ的な感じで作られたのがこの話ね。でも実はただのタイアップ特別編というだけではなく、ちゃんと本編にもつながりがあるのよ。しかも結構重要な。え、そうなんですか。なんかこういう特別編って、大体本編とはつながらないパラレルなイメージがあるんですが。それがそうでもないのが、この SD 戦国伝の面白いところなのよね。で、どう本編とつながるかというと、
まず武者ガンダムとゼータが、互いの実力試しということで模擬合戦をするというところから始まるわ。それは新しく完成した新ガンダム城、天地城の完成記念でもあったわ。天地城、いつの間に新しい城が。この新しい城を作ったのは、実はダブルゼータなんだけど、これにはちょっと深い理由があるのよね。深い、理由ですか？それは闇軍団との戦いで壊れた、ガンダム城の再建記念の時、酔っ払ったダブルゼータが、隠し芸で額のキャノンから火を吹いたのよ。でもそれがガンダム城にまで飛び火し、城が全焼してしまったのよ。その責任を取らされ、ダブルゼータが天地城を建造することになったのよ。深い理由とかじゃなくて、ただの自業自得じゃないですか。まあこの話は横井浩二先生のギャグ漫画だから、公式かどうかはわからないけれどね。とにかくそんなわけで天地城落成記念として、武者とゼータの一騎打ちが行われることになるのよ。でゼータは漫画の方でも出てきたキリンの神技による、キリンジスペシャルで戦うわ。光の速さでいられた弓矢が武者に降り注ぐ。でも武者は心眼センサーでそれに対抗。座禅修行による心眼の悟りを得ていたのね。二人ともすごいみょん。互いの力が拮抗する中、突然不思議なことが起きるわ。二人の上に閃光が降り注ぎ、姿が変わるわ。武者は神言ガンダム、ゼータは剣神ガンダムにそれぞれ変化するのよ。神言に剣神って、あの有名な戦国武将のですか？そうよ。よくはわからないけど、二人の元に神言と剣神の魂が降りてきたのよ。それはまさに川中島の決戦のごとく、激しく二人は戦い合うわ。で、剣神の振り下ろした刀を、神言が軍配で受け止めたその時、守護神であるガンダム明王が現れ、二人の姿を戻して戦いを止めたわ。そして武者にガンダムクリスタルを託し、姿を消すわ。武者ガンダムにクリスタルを渡したってことはまさか。そうよ、次の大将軍は武者になるのよ。おお、すごい出世ですね。これまでの武者七人衆のリーダーとしての働き、初代、二代目と同じく将軍家としての血筋、さらには今回のゼータとの一騎打ち、そのすべてを認められて、とうとう彼が大将軍として立ち上がることになるのよ。これは燃える展開にょん。ただし、大将軍としての真の力を発揮するのはまだ後の話。そうなんですか。せっかく大将軍になれたのに。武者が大将軍の力を発揮できるかどうか。それはすべて武者アレックスたち、次世代の武者たちの働きにかかっているのよ。なるほど。でもそれはまた次回の話。ってことですね。そういうことよ。武者アレックスたち時代の武者の活躍は、次回の風林火山編にて。次回を待て。